にちは。CRS 大阪店小栗です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回新型のハイエースディーゼル車ですね、入庫してきたんで紹介していきたいと思います。はい。では、早速詳細を紹介していきたいと思います。はい。はい、まずこちら6型。ハイエース、スーパー GL、ダークプライム2の肉のディーゼル車 2800cc ですね。 2800cc ですね。おー、の、パールホワイト、はいはい、なってます。はい、で、こちら一応展示車限定のオリジナル CRS のコンプリートになってますんで、はい、はい、なので、破格のお値段で今回作らせていただきましたので、こんなお値段は最後ということですね。最後ということですね。はい。まあついてるパーツとか教えてもらっていいですか。はい。ではまずフロントからですね。はい。前までに関しては今回うちのフロントリップとかはつけてないです。レスにしてます。はい。はい。なのでフロントリップはなしの状態。おお。パターンですね。でメーカーオプションが、うん、クリアランスソナーといってこちらついてますので。クリアランスソナーと、はい、メーカーオプションでとセーフティーセンス、セーフティーセンス、はい、で LED のヘッドライトね、 LED のヘッドライトですね。もうなんかあれですね、見慣れてきましたね、うん、6型もね、全然もうミラーの違和感がないですね。ね、うん、全然ないです。で、サイドが、サイドが一応ね、このまま下行きましょうかね。はい、まずこちらローダー2インチ、2インチ落としてます。バンプは、バンプも一式交換させてもらってます。はい。はい、で、タイヤ、これ今流行ってる、ファルコン、ファルケン。はい、ごめんなさい。はい、勝手に名前作りましたね。はい。ファルケンタイヤですね。はい。はい、で、今回はあの、オーバーフェンダーサイズじゃないんで、はい、もう普通のワンピースサイズ、EC の、17。17ですね。はい。ハイパーグロス。おー、ハイパー、あ、これセンターキャップシルバーにしてるじゃないですか。センターキャップシルバーにしてます。おー、はい、これだけでも全然ね、なんかパッと見た感じの見栄えは変わってくるかな。そうですね、まあこれだけでも2インチ落としてホイール変えるだけでもかっこよくなりますね。そうです、十分です、ね、で今回ね、これディーゼル車でやってますので、はい、お仕事で使われる方もバッチリかなと。まあ、2インチやったらね、まあ、フロントリップつけなくてそのまま走行してもね、気使って運転することないですもんね。はい、電波とか全然気にされなくていけますので、はい、はい、いいかなと思います。そうですね、はい、ほんならこのまま後ろ行きましょうか。後ろ行きましょうか、はい、で、後ろの方もノーマル、はい、うん、デジタルインナーミラーがついてないから、これはもう普通のハイマウント、ハイマウントね、ここはもう小型と何も変わらないです。はい、はい、で、あと後ろにクリソナついてますね。ここだけちょっと変わりますね。後ろもクリアランスソナーが4つついてる感じで、4つついてます。なので、まあ結構そんなにこうちっちゃいんで違和感はないかなと思います。うん、そうですね、うん、で、やっぱりこれ前後これついてるんで、はい、結構近づくと音で知らせてくれますし、うん、もう最終的には自動でブレーキかかるんで、そうですね、うん、絶対入れとってもらった方がいい。バンパーとか変えられなかったらいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、なら中行きましょうか。中開けましょうかね。はい、はい、はい、でも今回中はもうシンプル、はい、ベッドも何もなしでやってます。ノーマルタイヤ積んで。そうです、ノーマルタイヤですね。まあこれはお返し用のタイヤですね。そうです。で、ダークプライム2なんでもう全部真っ黒でなってますんで、はい、バッチリかなと思います。はい、なら2列目行きましょう。行きましょうかね。で、こちらメーカーオプションパワースライドドアですね。自動の、ああ、自動ドアがついてる、はい、ついてますので。ということは小窓がついてこないタイプですね。そうですね、小窓はなしのタイプになってます。はい、はい、で、あとシートももうダークプライム2の標準のシート、はい、出ますね。うん、うん、ちょっと一列目行きましょうか。一列目行きましょうか、はい、内装に関しては特に何もついてない状態で。そうですね、何もついてないです。メーカーオプションで言ったらバックモニター付きの防眩ミラー、
ステアリングスイッチも。そうですね。で 100V 本線とか。ちょっといって、はい、まあエアバッグね。そうですね。でも、こちらのコンクリートは、はい、ナビとか一式もなしなんで、ただまあ今うちでナビパックっていうのをやってますんで、はい、お得にもこの展示車でつけていただけますんで、うん、かなりお安くご購入いただけるディーゼル車になってます。なその、はい、お安くと言ってる金額をね。金額いきましょうか。肉のディーゼルですよね。肉のディーゼルです。通常こちら車両本体価格ってディーゼルダークプライム2380万円なんですけど、はい、なんと348万円。めっちゃ安いないですか。めっちゃ安いです。めちゃめちゃ安いですよ。約30、40万ぐらい下がってる状態ですよね。そうですね。はい、そこからねまたこういったパーツ全部ついてるんで、ああその価格に一応含まれてるってことですよね。そうですそうです。おお。になってますんで、はい。安いですね。かなり安いです。うん、もうこれ YouTube 見ていただいた方すぐに電話いただければと思いますので、はい。わかりました。はい、ありがとうございます。ございます。